はいどうもこんにちは、岩下スティーブンです。ぶっ飛ばソウルの袋、よいしょ、ほい、はい、アクセルとゼロワン2袋目、ほい、はい、よいしょ。なんかゼロワンかぶった。ゼロワンとマッドローグ2パックしか買ってないのにゼロワンがかぶった。なんか気になって思わず買っちゃったんだけど、今回紹介するのはこちらです。全然ぶっ飛ばソウル関係なかった、デラックスフレーミングタイガープログライズキー。せっかく買ってみたし、ちょっとだけぶっ飛ばソウルやってみようかな。フレーミングタイガーにプログライ。ちょっと気になってたんだけど、なんでここイラストなんだろうね。フライングファルコンは普通にスーツの写真使われていたけど、ジオウみたいにスーツが存在しないわけでもないだろうに、なんでイラストなんだろうね。それはさておき、トラですよ、トラ。系統で言ったらこれだよね。トラチーターがあるから、あとライオンがあれば完璧、あとはトラバターもあるからタカがあればね。これがデザインか。フレーミングタイガーはこれ顔の横のところにゼロワンの顔っぽいのがないね。ゼロワンの顔は一体どこに行っちゃったのか、まあ本編見ればわかるか。で箱の裏、もうこの辺はいつも通り単体遊び、ショットライザーとゼロワンドライバーで遊べますと。さあそんなわけで開けていきましょう。トラザーン。はい、そんなわけでこちらがフレーミングタイガープログライズキー。フレームじゃない、フレーミングっていうくらいだからすごく熱そうなカラー。色の系統はラッシングチーターと似てるよね。限りなく赤に近いオレンジ。正面には英語でフレーミングタイガー、アビリティがファイヤー。まあそのまんま炎なんだね。で虎の絵、うまいこと虎っぽい模様になってますね。でプログライズキーを展開させると、丸いところには虎の横顔。やっぱ虎ってかっこいいよな。でこっちの方はタイガーロボットの骨格かな。特になんかこれといった特徴がないというか、あんまりなんか炎を出してきそうな感じはないね。あでもこれあれだ、ゼロワンが変身するから多分虎ロボットみたいなの出てくるぞこれ。後ろの方もなかなか鮮やかな色だね。そんなわけで絶版だ。単体で聞ける音声、まず1個目、ファイヤーで、なんか今までのプログライズ機の中で一番音量でかい気がする。気のせいかな。でキーを展開させて音声2つ目、タイガーズアブリティで、なんかダキューンと火の玉みたいなのを吐いたのかな。単体で聞ける音声以上なんで、ベルトに装填して遊んでいきましょう。いきます、ファイヤー、変身、英語わかんなかったな。まあ別に毎回わかってないんだけどね。なんて言ってんだ。しかもこれ装填した時も英語言ってんじゃん。ギガントフレア、フレーミングタイガーって言ってたんだ。で英語の方はなんか100って書いてあるな。すんげえ熱い爆弾だよみたいな、そんなことねえか。Explosive power of 100 bombs。 100個の爆弾の爆発力。ほんじゃ必殺技、フレーミングインパクト。やっぱ必殺技の交換が個別になるのいいね。お次はエイムズショットライザー。説明書見た感じだとフアイサムの物理認証突破ではないみたいです。じゃあ行きます、変身、シャトライズ、フレーミングタイガー。やっぱなんかちょっと心なしか音が大きいのか、なんか音の振動みたいなのがショットライザーから伝わってくるんですよ。多分他のよりなんか音声でかいんじゃないかなって思うんだけど、気のせいかな。はい、というわけで今回はデラックスフレーミングタイガープログライズキー紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。フレーミング、炎だけにパワフルな感じの音声でしたね。なんか着々と大津っぽい動物が揃ってきてるんで、この調子で、あとタカが出れば色々揃うんだよね。ゼロワンのフォームチェンジみたいなのが週1単位でポンポン出てくるから、結構出てきそうだね今後も。炎属性の虎なんかかっこいいに決まってるんだからね。レビュー自体は放送の1日前だから、まあすぐ見れるっちゃ見れるんだけど、テレビ放送での活躍が今から楽しみです。さあ今日は他にもいろいろ届く予定だからね、頑張んないと。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。